はい、皆さんどうも、草音です。今日皆さんにご紹介するのはこちら、シルイの 35mmF1.8 アナモルフィックレンズです。ソニー E マウントの他にキヤノンとニコン、あとマイクロフォーサーズにも対応してます。でこのシルイのアナモルフィックレンズシリーズ、今回発表された 35mm は2本目で、1本目はね、50mm のアナモルフィックレンズっていうのが、出ていて、これで発表された当時ね、めちゃめちゃ話題になったんですよ。っていうのも、アナモルフィックレンズって、通常はね、これ映画を撮影するときとかに使われてるような、1本何百万円とかっていうとんでもない価格がするレンズなんですよ。ただそれがね、このね、7、8万円とかっていう金額で出てきたもんだから、これ偉いこっちゃっていうことで、結構ざわついたんですよ。で、当時僕もやっぱね、シネマティックの映像を作ってるっていうからにはね、めちゃめちゃ気になって、買おうかなと思ったんですけど、ただこのレンズ、APS-C 用のレンズになっているので、50mm ってなってくるとね、換算すると、80mm 弱になってくるので、そうなってくるとね、普段使いというか、僕がよく好んで使ってる画角ではなかったので、それでねちょっと見送ったっていう経緯があったんですよ。ただ今回出てきたこの 35mm、言ってもこれも APS-C 用のレンズにはなるんですけど、実質ね35mm 換算すると、大体 50mm っていうところで、それだったら使えるなと思ってね、今回シルイさんからね、ちょうどいいタイミングでお声掛けをいただいたので、いろいろ使ってみて皆さんにこうファーストインプレッションをお届けしようかなという、ことでね、今この動画を撮ってますはい、じゃあねこのレンズを僕が使ってみて、どういう風に感じたかっていうのをまず皆さんに最初にお伝えすると、シネマチックじゃなくてシネマなんですよ、取って出しが。で僕が言うシネマっぽいっていうのは、その色味とかカラーグレーディングとか、そういう話じゃなくて、そもそもそういったね、後処理をする前のこの素材、撮った映像そのものがね、取って出しでね、映画っぽいんですよ。で、これこそが通常のレンズでは出せないアナモルフィックレンズ最大の特徴で、で、その特徴っていうのもね、大きく分けると3つあります。で、まず1つ目がね、このアスペクト比です。通常僕らがシネマティックの映像を作るときって、こうやって上下にね、こうレターボックス足すじゃないですか。で、このレターボックスを足した結果、映像のアスペクト比が、いわゆる映画館で見るのと同じような、シネマスコープって言われる、2.35 対1だったりだとか、2.4 対1とかね、そういった比率になるので、映画っぽく見えるっていうことだと思うんですよ。これ通常のレンズでやっているのはあくまでも疑似的なものなので、どういうことかっていうと、高さが変わってるじゃないですか。要は狭くなってますよね、これさっきより。はい。で、アナモルフィックレンズの場合は高さを変えずに横幅をさらに、広くするっていう、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、このシルイのアナモルフィックで撮ると通常よりも横幅が 1.33 倍広く撮れるんですよ。それでワイドな映像になって、いわゆるレターボックスを足した時と同じような比率で映像が撮れるんですね。これどういう原理でそんなことが実現できてるかっていうと、ものすごい単純に言ってしまうと、これ 35mm のレンズなんですけど、横幅に 1.33 倍広く撮れるっていうことは、このレンズ横幅だけこっち側が 27mm なんですよ。で、このセンサー側のこっちの出口側が 35mm っていう、ことで、わかるかな、伝わるかな。要はここは 27mm なんだけど、出口までに 35mm 相当に変換してる、横幅だけ。つまりどういうことが起きるかっていうと、こう横をこうギューッと圧縮していくんですよ。なので丸いものを撮ってると楕円形になってるっていう、そういうようなものすごくね、強引な方法で、それを実現しています。なのでこれね、カメラの液晶で見ると丸いものとか全て楕円形にこう本当に横に潰されてるんですよ。で、これをパソコンに取り込んだ時に戻してやるんですよね。もう一回グーッと横に引き伸ばしてってあげて、結果的にこの楕円にの状態のものが丸に戻るまで引き伸ばすことで、横に広く撮れたっていう、本当にね、そういう原理でできてます。で、このアスペクト比を作るためのそのめちゃめちゃ強引な方法の副産物が、アナモルフィックレンズの特徴その2になります。アナモルフィックレンズってね、すごい独特なボケ感があるんですよ。分かりやすいのは、今ね、ここにこういう後ろにこうちょっとライトがあるじゃないですか。こういうちっちゃいライト、こういうライトって後ろでボケてる時って通常丸くなるじゃないですか。
こうやってやるとね、分かりやすいと思うんですけど、あの通常のレンズの場合はね、こういう感じで、まあこういう光っていうのはこうやって丸くぼけるんですけど、アナモノフィックレンズっていうのはああいう丸いものも全部こうやって縦長になってるんですよ。コマーシャルとかミュージックビデオとか、まあ当然映画もなんですけど、独特なね楕円形のぼけ方をしてると思いますし、やっぱ人間の目ではそういう風に見えないのでね、その独特な雰囲気っていうのがあの映画っぽさとしてのね演出になってるんじゃないかなっていう風に思います。で最後3つ目の特徴なんですけど、これもねさっきの圧縮から出てくるこの副産物的な効果なんですけど、あのアナモルフィックレンズっていうのはね、まあ、すごい独特なこう横に伸びるこうフレアが出るんですよ。この横に伸びるねフレアっていうのがね、まあ、夜景のシーンだったりだとか、あとは昼間でもねこう逆光のねあの映像とかを撮るとねめちゃめちゃかっこよくねなりますし、まあ、そんな感じでね、そのフレアだったりボケ感だったりアスペクト比だったりっていうのがこのアナモルフィックレンズをね使って撮影をする最大の魅力かなというふうに思います。はい、じゃあね、そしたら次にねちょっとレンズ本体の方を見ていきたいんですけど、あのこのレンズめちゃめちゃよくできてるんですよ。あの全然チープな感じがしなくて、本体はねアルミと銅でできてます。ただその反面あのすごいね重いんですよ。でこれ見た感じそんなに大きい感じしないと思うんですけど、あのねこれで 700g あるんですね。まあジンバルがね耐えられないっていうほどではないんですけど、ちょっと重いかなっていう気はします。あとね防塵防滴ではないので、雨の日だったりだとか、まあまあ、日本だとあんまないんだと思うんですけど、まあ、砂漠で撮るとかね、まあ、ちょっとねそういったケースで使うのにはちょっと心配かなっていう気はしました。で、リングはねフォーカスと絞り、これ2つついてます。両方ともねめちゃめちゃ滑らかに動きます。僕がね今まで触ってきたレンズの中で一番ね滑らかなんじゃないかなっていうぐらいスーッと動くんですよ。多くのシネマレンズの場合っていうのはそのフォローフォーカス用のねこの溝、いわゆる歯車みたいなものがねデフォルトでねこのレンズ側についてたりもするんですが、このね種類のレンズの場合はねこういった感じでね後付けのね輪っかっていうのが2つついてきます。はい、でこれを、まあ、こんな感じでねはめてあげるんですよ。よいしょ。でここに、まあ、フォローフォーカスを、まあ、くっつけて、まあ、なんだろう、ジンバルとか、まあ、そういったものからねここを、まあ、回してあげるみたいなっていうことができるようになってます。最後にねこの写りに関してなんですけど、このレンズねめちゃめちゃシャープに写るんですよ。っていうのもアナモルフィックレンズって基本的にはさっき言った通りこう圧縮して引き伸ばしてみたいなことね、ちょっとトリッキーなことをしているので、意外とねそのシャープネスっていうのが甘かったりして、まあそれもねまあ一つそのシネマレンズというか、まあ、アナモルフィックレンズのねシネマっぽさの特徴っても言えるんですけれども、ただこのレンズはねその開放からでもねバッキバキにシャープに映るんですよ。これはねちょっとすごいなっていうふうに思いました。なのでよりねこの開放で撮るときなんかはそのシネマっぽさを出したいっていうことであれば、まあソフトフィルターとかねつけてあげてもいいんじゃないかなっていうふうにね使っててちょっと個人的には思いました。はい、じゃあね僕のファーストインプレッションとしては以上になります。このレンズすごいやっぱりシネマティックな映像を撮りたいっていう方には、まあ、おすすめの一本にはなるんですけれども、でこれからね映像を始めたいという方の最初の一本目のレンズとしてねおすすめするっていうことはちょっと難しいかなっていう気はしました。っていうのもやっぱりマニュアルフォーカスのレンズだったりだとか、あとはそのさっきも言った通りこの編集のタイミングでねこの圧縮された映像っていうのを、まあ、引き伸ばさなきゃいけなかったりだとか、まあ、あとカメラの後ろのその液晶部分にはねこういった、まあ、圧縮された映像が映っているので音付けのモニターとかを使わない限りはねそんな圧縮された映像で構図を撮ったりとか、まあ、するのは結構難しいと思うので、なのですでにね何本か映像を作っていて、よりねシネマチックじゃなくてこうシネマの方にね一歩踏み込みたいっていう方には、まあ、おすすめの一本かなっていうふうに思いました。まあいろいろ喋ったんですけれどもね、やっぱこれで撮った映像を見てもらう方が早いかなということで、後日ねこれで一本ちょっと作品を撮って皆さんにねお見せできればなというふうに思ってます。はい、じゃあねこのシルイの 35mmF1.8 アナモルフィックレンズ、現在ね今インディーゴーゴーの方で599ドルっていう、まあ、通常よりもね 25% オフの価格でキャンペーンをやってます。概要欄の方にリンクを貼っておくので、もし気になるという方はねぜひそちらの方も見てみてください。本日の動画は以上となります。またねこちらのテスト動画をね後日アップロードするので、そちらの方もぜひ見ていただければなというふうに思います。じゃあ、次の動画でお会いしましょう。ピース。